段ボールですね、あの14キロのデュエルマスターズカードが入っていた箱なんですけど、まだまだ入ってるんですよね。で今のところ2回動画にしたんですけど、見てくれる人いるのかなと思いながらやってます。でもうね、あの動画とかにしない限りなかなか開けないと思うんで、どんどんね開けていきます。今日で3回目ですね。はい、究極ゲート入ってましたね。まあね、 GOD なんかの9コス使う場合使うのかなよくわかんないですか。ツインパクトでもね、いろいろ再録されたんで9コス熱いかもしれないですね。究極ゲート3枚続けて入ってましたね。音速スパナーですね。貴重なね火の1コスなんですけど、これね、相手のシールドゾーンにあるカード1枚につきマイナス1000するで5000しかパワーがないんで、なんだ、最初のターン出せないんですよね。もう出した瞬間に死ぬっていうですね。わざわざこれ入れる。ドキンダムチャンスですね。イラストかっこいいんですけどね、ガチャのやつについてた分ですね。シールドトリガーでドキンダムガチャを2度回す、回すたびにその能力を使う。なんでね、まあ普通使わないですけど、イラストかっこいいですよね。白騎士の精霊王ウルファスですね。まあまあイラストがかっこいいっていうだけです。はい、煉獄の悪魔竜フォーエバーオカルトですね。コストを支払う代わりに自分のクリーチャーを3体破壊して、このクリーチャーを召喚しても良い。このクリーチャーがアタックするとき、クリーチャーを1体自分の墓地から手札に戻す。ダブルブレイカー8コスでちょっと重いけどね、使ってみたいですね。イラストかっこいいですしね、何かしら使えそうですよね。エバーローズと、ウルオベリアが続けて出ましたね。これなんだっけ、不滅草パーフェクトだったらあれだね、ルシファーと勝ったのね、初めてのデュエルを再現できたんですけどね。まあでもかっこいいよね、最初の切り札なのかな、ルシファーの。飛車男と思ったらデッキの分かな、エピソード1の分で、DMD02 ですね。しかもボロい、強いっすよね。ディメンジョンゲート3コスのシールドトリガーなんですけどね、自分の山札を見る、その中からクリーチャー1体選んで相手に見せ、自分の手札に加えてもよい。その後山札をシャッフルする。強いっすよね。このエナジーライトもあれだね、イラストが美しいね、綺麗ですね、かっこいいよ。プロ紛れ込んでましたね、問答無用だ鬼丸ボーイ。これなんかわざわざ買った記憶があるぞ。このスペルブックチャージもかっこいいよね、イラストが。こっち使いたい。使うかな。ガッツリガッツマン、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 ガッツリで出てきましたっていうだけです。こんなのあったんですね、私知らなかった。ハッキングサーチ、シールドトリガーで相手の手札を見る、カード1枚引く、単純明快ですけど強いよね。ニコスか。竜手の紋章もね、一時期うちの息子のレイン君欲しがってましたね。やっぱ革命ゼロトリガーは怖いよね。今入ってないかな。ポップチュリスが4枚出てきましたね。これ、アルトアートになってるんですよね。デッキの分ですね。スタートデッキっていうか。ポップチュリス、このターン他のクリーチャー攻撃していなければこのクリーチャー攻撃できないんですけど、貴重な1コスなんでね、ブレイズクロー単価と一緒に入るんじゃないですかね。肉汁ブッシャー入ってたらね。これ1コス出して、肉汁ブッシャー出しちゃうっていう。まあどうなんでしょうね、いろいろね、イラストを揃えてデッキに入れた方がいいっていう方と、バラバラに入れたいっていう方といらっしゃいますよね。私はね、イラストできれたらバラバラに入れたい派ですね。グレンモルとバク入ってましたね。まあそんなに見ないかなっていうデッキだっけ。 DMX18 ですね。はい、1時間ぐらい見てた感じはこんな感じですね。ちょっともう、
今から娘を歯医者に連れていかなくちゃいけないので、ちょっと今日はねこれでやめようと思うんですけど、やっぱりかあのなんとか編なんとか編みたいなエピソード1エピソード2みたいな感じで並べてったんですけど、革命編非常に多いですね、ダントツ多いですね。で見た感じ、まあこんな感じで良さげなカードは抜いたんですが、あまあまあそこまではっていう感じなんですよね。ただね、まだね4分の1ぐらいしか終わってないからね、全何回になるんでしょうね。まあ次回はちょっともうちょっと長くねやりたいなと思います。じゃあ以上です。